にちは、りょういでです。今日は42総合対局拳の20番、独立打法っていう説明をさせていただきます。独立打法っていう動作と、次の21番の右分脚は連続してやってますので、今日は連続で説明させていただきます。はい。この2つの動作は、42総合太極拳の中にも難度と言います。かなりハードが高いので難しいという動作ですね。なぜかというと、20番の独立打法終わったところから21番のつながりの時には、右足を地面につけずにそのまま次の動作を続いてますので、ちょっと難しくなってます。見て、後で詳しく説明させていただきます。19番の、運手終わったところの根部という動作から説明させていただきます。左足を退部。はい、この動作を連続で2つの動作になってますね。はい、この動作を今から正面と各場所から説明させていただきます。19番の動作終わったら、次左足は重心右から変わって、右に変わって、左足を後ろへ下げてルーっていう動作。次、私の右足見ましたが、つま先上げてます。そのままかかとを上げます。上げて、両手、左手は上、右手は胃袋ぐらいの高さで、はい。左手の剣心は外向いてます。右の剣心、グーの方は内、胃袋のところに高さになってます。はい。両方の穴のところには一線撫でます。下半身の方向は左。ただし、上半身は、やや右に向いています。はい、やや右に。で、次、できれば、足の足先、足のつま先の方と、膝、同じ高さで、膝と股関節は同じ高さにしてほしいんです。かなり難しいです。で、次はこの膝を曲げてます。右の膝を曲げてます。一番大事なのは、よく皆さんは間違い動作なんですが、この右の足、こっち前段の方の足の方は、適度で力入れてないままで上げてるだけっていう感じですね。実はこの足の方を力を入れて90度になってます。プラス、外側の足の方は中に、左へ回して中に入れてるっていう感じ。手でやれば見てください。こういう形で、回して開けてます。はい、力入れてますね。はい、サービスなんですけど、はい、私のここの筋肉を見てください。はい、上げて、そのまま横左へ入れたら、この辺の筋肉をすぐ見えます。力入れてる。力入れてなかったら、ぷにょんぷにょんで、はい、筋肉見えないんです。力を入れて中に入れるっていうのは一番大事です。はい、次、21番の分脚っていう説明もします。はい、この動作は穿掌。次、捋っていう動作で、はい、独立打法。次、右足は、独立起死っていう動作から変化して、この時に右手は外、左手は中。で、手のひらは自分向き。はい、自分向きにしますね。で、次。はい。次の分脚の時には、右45度に分脚にしてください。この高さとしても、初心者の方たちには低くでも大丈夫です。大会出たいっていう愛好者たちには、できれば股関節ぐらいの高さから以上になった方がもちろんいいんです。はい。
もう一回動作を連続で見てください。正面から。はい、次、横から見てください。はい、船長から。はい、次もう一回後ろから見てください。はい、大体方向わかりますか？19番の運送横側部から次は下げて斜め後ろに移動します。はい。次の下半身、20番の下半身は左で、目線は右を見る。次、21番の右分脚も右のままに見る。はい。ドリダフの上半身から、上半身見てください。このままパーにして、十字手みたいな感じの動作ですね。次、開くときには、ちょうどだけ頭以上超えたらいけないので、ちょうどだけ、はい、開けて、ちょっとぐらいだけ開けて、開いて、ザワンっていう動作です。はい、この動作は、20番と21番はかなりの難度なので、大臀筋、お尻の筋肉と足の柔軟性、柔軟性の練習も必要なので、そんなに簡単すぐ、できるではないと思いますので、はい、段階でやればうまくいけると思います。まず、失敗しないようにバランスを取れてたらいいです。下半身の足をそこまで上げなくても、一応失敗してたら効果が出ないから、失敗しないように連続でできれば OK です。はい、もしわからないところがあればコメントを入れて、私、ちゃんと説明させていただきますので、ぜひ、登録をよろしくお願いします。バイバイ。